京塚店管理栄養士の橋本です。イエーイ今日は改めまして私たち出会って10年の祝いの会です。イエーイ出会った頃は二十歳。まだ二十歳でした。私も二十歳。大丈夫見えないから心は二十歳でしたね。え、そうですね、はい、ということで今回は津幡町にあるいちいちかわいいカフェっていうところに来させていただきました。後ろもこんなかわいいカフェと上も天井もかわいいんですね。フラワーとクッションもかわいいね。クッションもかわいい。あとかわいいこの何10年の10年同じ会社にこう勤めた経験とか楽しかったこととか思い出に残った出来事とかを語りたいなと思います。はい、ということで、まあ、10年ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。あ、オレンジジュースレモネード体にも心にも染みます。染み渡ります。濃いキャラが多いよね。濃いキャラしかいないよね。その会社で10年勤めることもそうだし、そんなに同期と仲良くさせていただくこともなかなかないということなんで、これがあったから10年続けれたっていうのは何かっていうのを1個じゃ決めていただいて。はい、はい、決まりました。決まってます。はい、そうじゃあ橋尾さんからどうぞ。はい、いきます。女性が多いから働く人も女性、お客様も女性だから、女性の気持ちがスタッフもそうだし分かってくださるんですよね、うん、なんか女性の忙しさのこととか、うんうん、なので心地家のこととか、そう、いろんな心地いい、うんうん、夢心地、うんいいと女性が多いので、あの女性の悩みとか女性の忙しさも会社にちょっと相談したら答えてくれて、もうなんか数えたらいっぱいレアルのいいとこいっぱいあるんだけど、みんながキラキラしてるところにあのいさせていただいて、私もまあ霞むぐらいなんですけどキラキラ、いやすごい発信してます。皆さんがキラキラしてるのですごく居心地がいい、うん、もうそれにつきますね。自然体でいいですいつもの橋本さんでいいないつもの橋本さんだね、はいはい、まあ唯一の最大者じゃない子供4人います、うん、唯一の家庭を持ってるママさんですからね、はい、見えないですね。えいやすごい元気だな喜んだ喜びの前ちょっと今喜んだ、うん、だよね子供4人いるじゃないですか。まあ、そのうちの一番下の子はうちにいる間に生まれたじゃないですか。そうです、産休育休いただきました、ね、ありがとうございます、ね、でもそれ戻ってきてからもお客様にあれですよ、はい、おかえりでスタッフだけじゃなくてお客様にもおかえりって言われるってなかなかないかなってすごい確かに嬉しいですね。嬉しいです。優しい人がいっぱいいますよね、はい、最
斉藤ちゃん。はい、私は新潟出身なんですけど、二十歳の頃だったので初めてこう親元を離れて一人で来たんですけど、もうすっごい私はもう本当激ヤバだった。ホームシックで大変だったんですけど。本当だね。今はそんなこともあったけど、一人で強く悠々自適生きてるけど、本当まだ二十歳の頃は本当に寂しくて、本当だよく泣いてました、ね、忘れてた今その記憶を。よく一緒にいたもん ね、 ね、一緒にいたし、社長とか、そうですね、妻と一緒に映画を一緒にお子さんたちと連れて行っていただいたり、お買い物に連れて行っていただいたり、本当に先輩がいろんなところに連れて行っていただいたり、こう寂しくなって泣いてしまう幼い私をみんなが支えてくださったりしたんですけど、やっぱり二十歳だったので迷うこととか悩むこともたくさんありましたけど、その度に社長や先輩方が本当に導いてくださるというか、温かくアドバイスをしてくださって、まあ、今があるんですけど、本当にこう家族みたいな温かい愛情を育てていただいて、愛だね、本当に育てていただいたので本当に第二の故郷じゃないですけど、本当にそうですね、家族みたいな感覚ですね。困ったらいつでも相談しますし、阿部店長や橋本さんもやっぱ同期で近い存在なので、そん電話したりしました、ね、しました本当にそうか、そうであるだからこそというか、続けられやっぱり大変なこととかもありましたけど、こうみんなの力支えがあったからこそ10年長く頑張れたかなと、これからももっといい会社に会社を作っていきたいなっていう気持ちはありますね。素晴らしい。なんかレアルの良さをもっといろんな人に知ってもらいたいなとは思います、うん、それはとっても思いますね、うん、常々。うちはね、2人がいるから手で出れる。いやでもそれは絶対あるんですよ。そうですね、私はね、よく知ってると思いますけど、超はみ出し者だったんで同期の中でもだいぶ私だったから、いやでもそんな私でも受け入れてくださったりとかしてね、いただいて、本当にここじゃなきゃ多分いや10年続かなかったなって。いや、みんなそうです。いや、本当にそう、そうですよ、ね、私もそうです、きっと、うち、これからももちろんいようって思えるのだと思うんで、同期の存在とか、まあ、斉藤チーフも言った通り、人、家族みたいな高い存在が、社員がやっぱ一番人、人、人です。人です。いや、本当そうですよね。そうだね。ちょっと入社当時の頃に気持ちを戻していただいて。パニックでしたね。わけでもないけど、あるわけでもない。強い、癖が強いよ。編集するんだよこれ。